はい、こんにちは、116ウィンズです。さて今回は怪我に関する少々残念な話をしていきますが、現地時間の5月4日に若手のスター候補の選手たちが相次いで大怪我をしていたことが発覚しました。それがドジャースのダスティン・メイ、それからホワイトソックスのルイス・ロバートでして、メイはトミー・ジョン手術が必要とのことで今季絶望。一般的なリハビリの期間を考えますと来季もシーズン後半以降の復帰となりまして、またロバートについても最低でも12から16週間の離脱となってしまい、復帰については8月以降もしかしたら9月になるかもしれないとのことでした。メイもロバートも昨年新人王投票で上位に入った選手たちで、さらに今季はここまで昨年から着実にステップアップするようなシーズンを送っていただけに、開幕から1ヶ月でこのような怪我に見舞われたのは不運でしかないですよね。また彼らが所属するチームにとっても痛手となりました。ドジャースについてはローテーションを高い水準でここまで守ってきたメイが来季までいないというのは、いくらドジャースのチーム層といえどやはり痛いですし、ホワイトソックスについても打線の中核、センターラインを守る選手の長期離脱は今季地区優勝、さらには世界一を狙っていくシーズンなだけに、こちらも大きな打撃となってしまった印象です。昨年の短縮シーズンから今季通常通りのシーズンに戻りましたので、怪我人が増えることは当初から予想されていたことではありましたが、やはり将来を嘱望された選手のプレーをしばらく見ることができないというのは一人のファンとしても残念な限りです。はい、ではまずはメイの怪我とチームへの影響というところを見ていきたいと思いますが、メイは皆さんもご存知かと思いますが、昨年は12試合で防御率 2.57 とルーキーながらドジャースのローテーションで活躍しまして、新人王投票では5位にランクインしました。それだけ活躍したルーキーの先発投手がいたんですけれども、チームはオフにトレバー・バウアーを獲得し先発補強したため、今季のメイはスプリングトレーニングでトニー・ゴンソリン、それからデイビッド・プライスらとローテーションの枠を競争しまして、その末に先発5番手を勝ち取りましたが、今季はここまで5試合の先発で1勝1敗防御率 2.74 と昨年に続いて失点をしっかり防ぐことができていました。またメイは100マイルのシンカーという常人ではちょっと理解できないようなボールを投げる割には、昨年は9イニングあたりの奪三振が 7.1 個と三振があまり多くはなく、そのせいで防御率と FIP にかなり乖離があるような状態でしたが、今季は9イニングあたりの奪三振が 13.7 個と三振もかなり奪えるようになってきていましたし、 FIP との乖離も縮まっていた中での大怪我となっただけに本当に悔やまれる怪我となってしまいました。このまま活躍していればオールスターもという話も絶対あったでしょうね。そしてドジャースにとってはメイの離脱は最悪のタイミングで起きてしまいました。ドジャースは先発できる選手の層が MLB でも1、2を争うぐらい厚く、1番手から4番手までのカーショー、バウアー、ビューラー、ウリアスという面々は盤石そのもので、ゴンソリンとプライスがローテから漏れるというのも他のチームでは考えられないでしょう。普通であればメイが離脱したのであれば代わりはゴンソリンかプライスを入れたいところですが、現在2人揃って故障者リストに入っていまして、2人とも復帰がおそらく今月下旬ぐらいになることが見込まれていますので、それまでは本来5番手の順番の試合をどうにかやりくりしなければなりません。ゴンソリンかプライス、せめてどちらか1人がいればとりあえずなんとかなったでしょうが、まさか2人ともいないタイミングでさらにメイまでもが離脱してしまうのはチームとしてはなるべくなら避けたかったところでしょうね。ただ幸いなことにドジャースは5月末までの間にオフが4日間ありますので、5月14日から23日までの10連戦のどこかでブルペンデーを挟む必要はありそうですが、それ以外はローテを4人で回すことも一応は可能となっています。もっともシーズンもまだ序盤ですので、ドジャースがどのような起用を取っていくのかは気になるところです。そしてこの5月はドジャースにとっても我慢の時期となるでしょう。開幕13勝2敗と最高のスタートを切ったドジャースでしたが、その後は現地時間5月4日の試合が終了した時点で4勝12敗と大きくつまずきまして、この間の勝率は NL でも最低の値となっています。現在地区8連覇中で、昨年は悲願の世界一となったチームですが、地区首位の座もサンフランシスコジャイアンツに明け渡してしまっています。ドジャースは先発要員に故障者が相次ぎ、そこが苦しいのは間違いないのですが、これに加えて打線もここのところはかなり湿り気味ですので、ゴンソリン・プライスの復帰を待ちつつ、さらには打線の復調も待つという二重の我慢をしばらくは強いられることでしょう。ここ3週間程度はなかなか思い通りの試合ができていませんが、当然ながら本来の力で言えば MLB でもトップクラスのチームですし、しばらくしたら調子も取り戻してくるでしょうから、そこまではどうにか極端に負けを重ねすぎずにしのぎたいところです。では続いてはホワイトソックスとロバートの話ですが、昨年は56試合で11ホーマーを放ち、新人王投票2位に入ったロバート。
今季はここまで25試合でホームランこそ1本でしたが、打率3割1分6厘、OPS8 割2分2厘と、バッティングに確実性が増していましたし、また三振のペースも昨年よりも減らしていたので、通年でウィンズアボブリプレイスメント 4.0 ぐらいは稼げるんじゃないかと期待した矢先の大怪我となりました。5月2日のインディアンス戦で内野ゴロで一塁を駆け抜けた際に、おそらくベースを踏んだタイミングだと思うんですが、負傷してしまって自力で歩くこともできないような状態でした。ただ深刻な退場の仕方をした割には、その後の X 線検査で骨に異常はなく、大怪我は免れたと思いきや、詳細な検査の結果、右股関節屈筋の断裂が発覚し、最低でも12から16週間の間は野球関連の活動は一切行えないという診断となりまして、予想以上の大怪我という結果に。個人的にロバートはファンタジーベースボールで保有するぐらいには、今季の彼の活躍は信じて疑っていませんでしたし、実際にここまでなかなかの成績を残してくれていたので、気温が上がる夏場から一気に爆発してくれそうだと期待していたんですが、こちらも残念な怪我となってしまいました。ホワイトソックスはロバート以外にもすでに昨年のレフトのレギュラーであるイロイ・ヒメネスが開幕前に左胸筋腱断裂で、こちらも5ヶ月から6ヶ月程度の離脱が決まっていまして、ロバートと同様ヒメネスも復帰が早くてもシーズン終盤という状況ですので、今回のロバートの怪我で昨年のレフトとセンターのレギュラーが一気に離脱する事態となってしまいました。今季のホワイトソックスは冒頭でも触れましたが、地区優勝はたまた世界一をも狙っていくシーズン、勝負期のシーズンですが、そのチームからヒメネス、ロバートという主力2人が抜けてしまうのは、痛いという言葉でも足りないぐらいの大きなダメージとなりましたね。ホワイトソックスはさらにアダム・エンゲルも離脱していますので、当面の間はアンドリュー・ボーン、レウリー・ガルシア、そしてアダム・イートンで外野を組んで乗り切る必要がありそうですが、これでは申し訳ないですが心もとないと言わざるを得ませんし、またコンテンダーの外野陣としてもちょっと物足りなさは否めません。ヒメネス、ロバートがプレーオフまでには戻れると計算したとしても、それまでの外野を埋めることができる選手、レギュラー格と胸を張って言える選手を一人ぐらいどこかから調達したいところです。ホワイトソックスはロバートの怪我を踏まえ、ブライアン・グッドウィンとマイナー契約を結びましたが、こちらもどちらかといえばデプス要員かと思われますので、近いうちにトレードでの補強というところも検討しなければならないでしょう。一番手っ取り早いのは、今季オフに FA となる選手をプレーオフ争いから脱落したチームから獲得するという手段ですが、正直今オフ FA になる外野手はあまり層が厚くはないんですよね。センターのオプションとしてはおそらくマイケル・コンフォートが一番でしょうが、勝負期のメッツが手放す理由もないでしょうし、あとはコーリー・ディッカーソン、コール・カルフーン、エディ・ロザリオ、スターリング・マーテあたりといったところもいまして、センターならマーテでしょうが、マーテも先日肋骨骨折の怪我を負いまして、まだ復帰のめどが立っていない状況です。いわゆる半年間のレンタルができそうな選手は今のところ目星い選手がいないので、保有期間が伸びる分見返りも多くなりそうですが、レンジャーズのジョイ・ギャローなんか悪くないんじゃないかとも思いました。ギャローは来季が年俸調停最後の年で、その後 FA となる予定ですが、レンジャーズの再建はさすがに来季までに完了するのはかなり難しそうな状況ですし、ギャローをもし動かすのであれば早い方が見返りも良くなりますので、動く可能性はあるんじゃないかと思っています。ギャローはここ2シーズン自慢のパワーが鳴りを潜めてしまっているのがやや懸念としてもありますが、センターの経験もありますし、 UZR も通算でプラス 4.8 と守備も決して悪くはありません。昨年からライトをメインに守っていますので、ロバート復帰後はライトにシフトしてという選択を今季終盤や来季取ることができるのもまたいいフィットなんじゃないかと思いましたね。もっとも問題となってくるのがレンジャーズに対する見返りでして、マイケル・コペック、ギャレット・クロシェのうち1人を出すのか、あるいはそれなりのレベルのプロスペクトを多めに出すのか、どちらがホワイトソックスにとって良い選択なのかは分かりませんが、ここは難しい選択にはなってくるでしょう。ただ勝負のシーズンでプロスペクトを出し惜しみして結果勝てないのが一番チームとしてはまずいと個人的には思いますので、ロバートの怪我で生じた外野の穴をホワイトソックスのリック・ハーン GM がどのようにして埋めてくるのか、その手腕に注目です。シーズンもまだ序盤ですが、名誉を失ったドジャース、ロバートを失ったホワイトソックスがいかにその穴を埋めるかという点もこの後のシーズン注目してはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。